眼科専門医の平松です。今日は医療機関で働く、まあ、だけじゃなく普段の人も言えると思うんですけど、忙しい時どういうふうに対処するか、特にミスをしちゃいけない仕事についてお話しようと思います。特に医療の機関っていうのはミスをしちゃいけない仕事です。ですからこそ忙しいともう本当にテンパってしまって何をしていいか分かんないっていう人が多いんですね。もうイライラしたりとか人に当たったりとかして、しまったりします。でも忙しい時ほどちょっといつもよりテンポを落とすぐらいの気持ちになった方がいいです。むしろ忙しくない時にテンポを上げて仕事してほしいんですよ。これどういうことかお話しします。忙しくない時に忙しくないようなテンポで仕事をしてしまうと仕事溜まったりとかしてしまうというのは1点、あとはそもそも仕事をするペースが落ちてしまう、要は仕事のスピード生産性を上げることができなくなってしまうんですね。だからこそ無駄な動きが増えてしまったりとか本来するべきじゃないことが増える、これって実はミスを誘発することになるんですよ。つまり本来だったらカルテをここに置いてそのまま流すとかっていう流れだとするじゃないですか。それなのに時間があるからじゃあついでに2個3個まとめてやろうっていうふうにしてやるじゃないですか。これ一見効率的なようだんだけども、本来そうした方が一個一個やった方がミスなくいける、余裕があるときそうやってて、いっぱいいっぱいになった時もそれをやろうとすると、いや1個カルテを流し間違えましたってなると、もうそれだけでジェックソンカルテ探さなきゃなんだかんだって言ってもっと大変になっちゃうわけですよね。だからこそ忙しくない時こそどんどん効率的でかつ確実な作業をダラダラせず、むしろスムーズに早くやるように気をつけた方がいいんです。そして何か起きた、もっと言うと大変な状況になったという時にペースを落とす、その方が安全性が高まるわけですね。つまりゆっくりやってる方が安全という考え方自体が間違っていて、定期的にペースを崩さず仕事をする方が安全で確実にいろんなことをこなすこと、それはね、1時間かけてカルテ1個移動するとかそれは安全性が高いかもしれないけど、現実そんな無理じゃないですか。となるとそこそこのペースをこなすってなると、むしろ普段の時間がある時の方を早く、何かトラブルが起きた、もっと言うと忙しくなった時の方が一回落ち着いてやった方が結果早く終わります。これ結構皆さん見てて何かトラブルを起こしちゃったって方やっぱりいらっしゃいますよね。患者さんに怒られてしまったとか、何か挟まなきゃいけない、あのメガネの処方箋を挟み忘れた、うわカルテどうしようどうしようどうしようとかね、あとは検査なんとか し忘れてしまった、あどうしようどうしよう、あの人のカルテどこ行っちゃったんだろうとか、あの人にこのこと説明しなきゃとか、いろいろありますよね。医者だってそういう人もいます。で言う時こそ焦ってね、なんか探したりしようとすると、まあ、大抵見つかんないんですよ。そうじゃなくて、あーそっかー、メガネの処方箋忘れたってことは、まあ落ち着こうと、まあ落ち着いてってことはあそこかなあそこかなって言って、ちゃんと確実にこなした方が結果早く終わります。あのよくマルチタスクって言うんですけど、何々しながら何々するっていうのは慣れて無意識にできる仕事2つだったらまだいいんですけども、慣れてない仕事はマルチタスクしちゃダメなんですよ。だから何かトラブルが起きて何かを作業するときはもうそれに絶対集中してください。例えばそうですね、洗濯している間に、料理を作ってとかっていうのっていうのはまだ慣れてる作業だからいいじゃないですか。でも例えば宅配便が来てそれをやってる間料理もしてってなると結構忘れたりしやすいんですよ。つまり慣れてない作業と慣れてる作業は組み合わせちゃダメなんですよ。だから慣れてない作業来たらもうそれだけ、慣れてる作業と慣れてる作業はまだいいんですけどもね。なんでちょっとそこを履き違えないでいただけるといいかなと思います。だから焦らないで一個一個こなした方がいざって時はむしろ早い、でむしろ普段の時を早くスピーディーにしていくっていう風に意識した方が結果忙しい時対応できるっていうことですね。でうちの部署忙しいし、うちの会社忙しいし、うちの病院忙しいしってよく言うんですけども、もう経験上うちの部署暇ですってとこ見たことないんですよね。つまり通常にね、あの皆さんがすんごく暇に仕事をして 100% 安全なぐらいすっごくゆっくり仕事をしていいような環境はできません。あのそういうところは現実存在しえないと思った方がいいです。なので忙しい中でミスなくこなしてやっていくっていうのが現実的なので、ちょっと忙しいんだから仕事を減らしてよっていう、もちろんね危険な時に危険にならないように仕事をコントロールすることはもちろんそれは大切なことですよ。なんですけれども、そこに集中、もちろん言わなきゃダメですよ、忙しくて危険な時とか本当に危ない時は、あちょっとごめんなさい私
全部仕事止めてこれやりますって言っていいんです、言っていいんですけれども、そういう感じではいいんですけれども、もういいから仕事量を減らしてとかって言ってるとこれ切りないんですよ。なので仕事量を減らすっていうよりは、もう安全に確実に普段から仕事をこなしていくっていうふうにした方がいいです。でこの時見習い方、つまり先輩の見習い方っていろいろあるんですよ。でもうちにもいろいろね、すんごい能力高い子もいるんです。で、一方で、まあ、不器用な子もいます。一番見習った方がいいのって、不器用なんだけど、成長した子はすごい見習いやすいです。し、すごく親身になって、あなたの辛さも分かってくれるっていうところがあるんですね。すごい能力ある子って、いろんなことできちゃいます。で、逆に言うと、できちゃうから問題っていうところもあるんですよ。つまり下から見るとなんかスッとできそうだと、で真似しちゃう、同じことを真似したら危ないよみたいなこともあるんで、だから不器用ながらいろんな技術を習得している人の真似をする方が結果として将来は早く伸びやすいかなと思う。もちろん能力があるすごい優秀な先輩から教わることはすごく重要ですし、そこから盗めれば最高です。最高なんだけれども、盗めないって自分が思ったらその人から一個一個盗んだ方がいいです。その人のようになろうっていうのは思わない方がよくて、一個一個って思った方がいいと思います。今日は忙しさ、仕事のこなし方、あとはトラブルが起きた時どうやってこなすか、早くスピードしていくかっていうことについてお話しました。